小牧市市民会館、公民館は愛知県小牧市小牧2丁目107番地にある市民会館と公民館の複合施設である。正式名称は小牧市市民会館及び小牧市公民館。敷地面積は約2万2000平方メートル。建物は鉄筋コンクリート造りで建築面積が約4800平方メートル。延べ床面積が約1万平方メートル。 市民会館部分は1000人以上を収容する大きなホールで様々なイベントの会場として利用されている。また、地域住民の間では小牧市民会館と略されて呼ばれることもある。公民館部分は地上4階、地下1階の構造になっており、会議室などの様々な用途に対応した部屋があるほか、小牧市を拠点に活動するいくつかの団体の事務局が置かれている。市民会館。 公民館の共同駐車場はとても広く、小牧平成夏祭りや小牧市民祭りの会場としても利用されている。施設は小牧市が所有し、指定管理者の小牧市民文化財団が管理、運営を行っている。1年間に公民館の方は約22万2000人、市民会館の方は約18万7000人の利用者があった。 小牧市市民会館の設置及び管理に関する、条例小牧市公民館の設置及び管理に関する、条例小牧市の指定管理者導入施設小牧市、小牧市,市民会館改修工事完了のお知らせ、小牧市発行、ポケット統計平成19年度参照。ありがとうございます。